ナンバーアンダーラインアイは今夜のエムステンで初登場し2曲を披露する。彼らのデビュー曲 g o トと最新曲 FUJI がファンをワクワクさせている。トニセン、ウエストも出演。ナンバーアンダーラインアイがエムステンで初登場し2曲を披露するというニュースは音楽ファンにとって待ち望んでいた瞬間の一つでした。 彼らが世界で最も再生された GOAT と最新曲、富士をパフォーマンスすることは、多くの人々にとって楽しみでした。GOAT は、YouTube で動画再生数デイリー世界1位を記録し、4400万回以上の再生回数を誇る人気曲です。この曲は、ヒップホップのスラングであるグレーテストオブオールタイムを略したもので、 そのアグレッシブでリズミカルなラップとハイレベルなダンスで注目を集めています。そして、富士は彼らの最新曲であり、番組で初めてテレビで披露されました。平野翔は、ゴートは楽しんでいる3人を見てもらい、富士は3人の個性を楽しんでもらいたいと述べています。ガンユータは、ゴートは多様な展開があり、見ていても聞いていて楽しめると語り、 神宮寺ゆ太たは、ゴートは個性が溢れるパフォーマンスで、富士はテンションが上がる曲だと紹介しています。さらに、番組ではナンバーアンダーライン愛の3人が本音を語るクロストーク企画も放送され、彼らが結成からエムステ、初出演までの半年間を振り返り、楽曲制作の秘話やエムステ、初出演の心境などについて語り合います。 他のアーティストたちも番組で素晴らしいパフォーマンスを披露します。日曜は新曲、スイートノンフィクションを見せす、グリーンアップルはライラックをテレビ初披露し、20th Century は旅立ちの鐘を披露します。さらに、他のアーティストたちも新曲や特別なパフォーマンスを披露します。彼らの情熱と才能が、 m ステルのステージでどのように輝くか、今から楽しみです。最後に、ナンバーアンダーライン愛の未公開トークや新曲、富士の地上波での披露を楽しみにしているファンが多いことは間違いありません。彼らの成長と活躍をこれからも応援し続けます。ガンユータは、ゴートはいろいろな展開があるので、見ていても聞いていても楽しめると思います。 富士は先日のライブのオープニングでやった楽曲。勢いのあるラップは歌っていて気持ちいいです。と述べ、神宮寺ゆ太は、ゴートは個性がたくさん見られるパフォーマンス、富士はイントロからテンションが上がる曲です。と紹介した。番組では、ナンバーアンダーライン愛の3人が本音を語るクロストーク企画も放送される。 結成から M ステ初出演までの半年間の経験や楽曲制作の秘話など、彼らの本音が明かされる。未公開シーンも YouTube で公開される予定だ。日優とミセス。グリーンアップルもザ・パーフォーマンスから生中継で登場する。日優はスイートノンフィクションをミセス・グリーンアップルはライラックをテレビ初披露する。さらに、 他のアーティストも多数登場する。20th Century は、旅立ちの鐘をウエストは、ハートを、AKB48 は、柏木由紀の卒業を控えた、カラコンウインクを披露する。ナンバ・ーアンダーライン・アイの YouTube の未公開トークや、他のアーティストの楽曲も楽しみだ。彼らのパフォーマンスには自信が満ちているし、ファンにとって待ちに待った瞬間だろう。 新曲、富士の地上波での性疲労も楽しみだ。彼らのエネルギッシュなパフォーマンスに期待が高まる。そして、彼らの成長とパワーアップを感じられる瞬間に立ち会いたい。ナンバーアンダーライン愛の3人が語る本音も、ファンにとって貴重な瞬間だろう。彼らの素直な気持ちを知ることで、より彼らとの絆を感じられるだろう。今回のエムステでは、 多彩なアーティストのパフォーマンスが見られる。彼らの音楽が多くの人々に感動や興奮を与えることだろう。これからの彼らの活躍にも期待したい。彼らの音楽がますます多くの人々に届くことを願ってやまない。彼らのパフォーマンスを見逃さず、感動の瞬間を共有しよう。彼らの魅力に触れることで、 新たな音楽の世界が広がるかもしれない。ナンバーアンダーライン愛が M ステンで初登場し、2曲を披露するというニュースは、音楽ファンにとって待ち望んでいた瞬間の一つでした。彼らが世界で最も再生されたゴートと最新曲、富士をパフォーマンスすることは、多くの人々にとって楽しみでした。ゴートは、YouTube で動画再生数デイリー世界1位を記録し、 4,400万回以上の再生回数を誇る人気曲です。この曲は、ヒップホップのスラングである、グレーテストオブオールタイムを略したもので、そのアグレッシブでリズミカルなラップとハイレベルなダンスで注目を集めています。そして、富士は彼らの最新曲であり、番組で初めてテレビで披露されました。平野翔は、ゴートは楽しんでいる3人を見てもらい、富士、 は三人の個性を楽しんでもらいたいと述べています。ガンユータは、ゴートは多様な展開があり、見ていても聞いていて楽しめると語り、神宮寺ユータは、ゴートは個性が溢れるパフォーマンスで、富士はテンションが上がる曲だと紹介しています。さらに、番組ではナンバーアンダーライン愛の三人が本音を語るクロストーク企画も放送され、彼らが結成から、エムステ、 初出演までの半年間を振り返り、楽曲制作の秘話や、エムステ、初出演の心境などについて語り合います。他のアーティストたちも番組で素晴らしいパフォーマンスを披露します。日遊は新曲、スイートノンフィクションを、見せすグリーンアップルは、ライラックをテレビ初披露し、トゥエンティエスセンチュリーは、旅立ちの鐘を披露します。さらに、 他のアーティストたちも新曲や特別なパフォーマンスを披露します。彼らの情熱と才能がエムステルのステージでどのように輝くか今から楽しみです。最後にナンバーアンダーライン愛の未公開トークや新曲、富士の地上波での披露を楽しみにしているファンが多いことは間違いありません。彼らの成長と活躍をこれからも応援し続けます。